こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の休日用バッグはこれが最強というテーマで、皆さんに動画をお届けしてみたいなと思っています。ところで皆さんは休日にどんなバッグを持っていますか これは人によって様々だと思うんですね。そもそもバッグは持たないという手ぶら派の方もいらっしゃると思うんですよね。僕もなんだかんだ言って手ぶらで出かけることが多かったりするんですけども、その他にはショルダーバッグ派の方もいらっしゃるかなと思います。これはですね、両手が開くのでめちゃくちゃ便利ですよね。僕も動画の中でもですね、皆さんによくお勧めしてるのは、例えばこういった アークテリックスのですね、マンティスという形のショルダーバッグですとか、あとはノースフェイスだとか、パープルレーベルだとか、まあ、最近はユニクロのウェブ限定でやっているですね、ボディーバッグ非常にいいんですね。 こちらの画像を見ていただきたいんですが、これもね、非常にデザイン、バランスが取れていて、ブランドロゴが付いてないので、すごく使いやすいかなと思うんですけども、こういったショルダーバッカーの方もいらっしゃると思います。まあ中には荷物がいっぱいある方は、バックパックを持つという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ僕はそんなに荷物多くはないので、バックパックを休日に持つということは、まあちょっとしたこう、アウトドアだとか、アクティブに過ごす時の荷物が多い時だけなんですね。そしてもう一個ですね、僕は鉄板 と呼べるようなジャンルがあるかなと思ってまして、それがトートバッグなんですね。 まあトートバッグ皆さんもお持ちかなとは思うんですがまあよくですねノベルティでプレゼントされるような気なりのですねコットン製のトートバッグだとかこのあたりはですね皆さんも持っていたりするかなと思いますしあとはお仕事で言うとレザー製のトートバッグですねこちらの画像のようなものこういったものも中には持ってる方いらっしゃるかなと思うんですがただ休日に使うにはレザー製のトートバッグだとちょっとですね重さ的に気になるところがありましてもうちょ ちょっとラフに持ちたいなというふうに思うんですね。その点、僕は最強だと思っているのは、なるべく軽めで、色はですね、黒だとか、ネイビーだとか、結構深めのもの、こういったものはカジュアル感がなくて、使い勝手がいいかなと思うんですね。まあそこでですね、今回は僕の私物物をいくつか持ってきたわけなんですが、例えば先日もご紹介した、N ハリウッドで最近買ったですね、こちらのコットン系のトートバッグですね、まさにこれぐらいのサイズ感、超 ちょうどいいなと思ってますし、あとは色がこうブラック系だと締まるんですよね。キなり系だとですね、すごいカジュアルに見えてしまうんですが、このようなブラック系だと締まるので、大人の男性には似合いやすいかなと思います。まあ、このようなジャンルすごく好きで、僕はトートバッグですね、いいものあったら結構ね、買ってしまう方なんですね。 あとはですね、こちらもサイズ感がすごく良くて好きなんですよね。こちらもですね、ブラックのベースにザというプリントがですね、シンプルに施されているもので、サイズ感もちょうど良くてめちゃくちゃ気に入っています。 ただ結構無地のブラックとかネイビーのトートバッグってなかなかですね、いいものがないんですね。あったとしてもサイズ感がめちゃくちゃ大きいものが多かったりだとか、あとはですね、プリント入ってるもの。まあ、このあたりはすごくセンスが良くて好きなんですけども、こういったものが多くてですね、自分の中でなかなかしっくりとくるものがなかったので、僕はですね、あまりのトート好きが高じてですね、自分でオリジナルで作ってしまったんですね。それを今回は皆さんにご紹介したいなと思って いるんですが、はいこちらですね、はい、こういったですね、トートバッグ、自前で作ってしまいました。 え、名前はですね、ワンマイルトートという形で呼んでいるんですけども、え、サイズとしてはですね、先ほどまでの2つのサイズと同じぐらいですね。あまりこう、大きすぎなくて、肩からもかけられるし、後でですね、持った状態もお見せしたいなと思うんですが、ちゃんと持った時にも地面につかないぐらいの長さってめちゃくちゃ重要だなと思ってまして、これぐらいのサイズ感のものってなかなかないんですね。で、ショルダーバッグもめちゃくちゃいいんですよ。使いやすいんですけども、収納量としては、やっぱり抑え 財布だだだとととかかスマホだとかそれぐらいが限界だと思うんですねちょっとペットボトルとかそういったものは入りづらいので、まあ、荷物量としてはかなり少ない時が使い勝手がいいかなと思います。まあ、そういった時って僕は結構手ぶらで OK だったりするので、こういったショルダーバッグよりも意外と使うのはこのようなトートバッグ型のものなんですね。これぐらいのものだと今はですね、いろいろと入れてるんですが、例えば A4 系の書類とか、あとは雑誌。 今、ウォモが入ってますけども、こういったものが余裕を持って入れられますし、あとはそれだけではなくて、まあ、財布、財布も入りますし、えー、さらには、こういったスマホも入りますよね。あとはですね、えー、充電器も入ってるんですけども、これぐらいが入っていて、 ちょっとこう、お仕事とか、PC 持って出かけることとかもあったりするので、13インチのこういった Mac だとかは、平気で入ってしまうので、これぐらいの A4 サイズが入るぐらいのトートバッグが、僕はなんか最強なんじゃないのかなと思ってまして、もう自前で作ってしまいました。で、なるべくシンプルなものが欲しかったので、ここは潔く無地ですね。無地にしまして、素材化をちょっとね、こだわりたいなと思ってまして、これ、まあ、後ほどもっと近くでお見せしたいなと思うんですが、スウェード調になって ますよねこれ本物のスウェードではなくてフェイクスウェードで作っているんですね。質感としてはスウェードよりも機能感がなくてよりこうスムースな雰囲気になっていましてより大人っぽくて季節感もあんまり関係なく使えるのでこのようなフェイクスウェードめちゃくちゃいいなと思ってまして えこういった生地を使って作ってみました。そして、トートバッグって結構中身がそのまま見えてしまうのがあんまり好きじゃないなと思ったので、ここスナップボタンをつけているんですね。そしてデザイン的なアクセントになるように結構シルバーの輝きが綺麗なものをですね、ボタンつけています。表から見ても裏から見てもですね、ちゃんとこのボタンが見えるような形で、デザイン的なワンポイントになっていたりだとか、使い勝手も含めてですね、バランスのいいようにですね、作ってみたんですね。で、意外と中も作り 薬がですね、サクッとしているものはトートバッグが多くて、ポケットがないものが多いんですが、中にですね、こんな感じでポケットもつけてですね、この中に、例えばお財布だとか、スマホだとかを入れれば、まあ、バッグの中がスッキリとしますし、どこにスマホがあるかわからなくなるということもないので、まあ、こういったポケットなんかもつけているので、結構ね、使い勝手の良い,いバッグとして、こういったものを作ってみました。現状ね、僕はこれ、どんな時に使っているのかというと、 えっと、自宅から事務所までですね、だいたい歩いて5、6分なんですが、その通勤の時にはこれを使ってます。もうサンプルを作ってからもうどれぐらいかな、4、5ヶ月ぐらい経ってるんですが、ほぼ前に使ってますね。お仕事の通勤バッグとしても使うし、あとは休日のちょっとした荷物がある時なんかはこれを使うので、まさしくですね、これ名前ワンマイルトートという形で付けてるんですが、ワンマイル圏内で使うには最高に使い勝手はいいのが、まさにこのトートバッグというジャンルなの かなと思っています荷物量もちゃんと入ってある程度シンプルでまあなんか雑に使ってもいいっていうところこのあたりが結構使いやすいところでまあ、旅行に行った時なんかにもなんかこうこういったバッグが1個あると外で歩く時とかって楽じゃないですかまあ、結構コンパクトにすればこういった形で バッグの中にサクッと入ってしまうので、こういったトートバッグって収納とか持ち運びも含めてかなり使い勝手がいいんですよね。なので僕はこれ最近作ったものが我ながら最強の休日バッグなんじゃないのかなと思っています。まあ、他にはね、先ほどご紹介したように、この N ハリのバッグもめちゃくちゃ気に入っていまして、えー、休日の中でもですね、ちょっとこうおしゃれをして出かけたい時には N ハリウッドのこのデザインっていうところを楽しみながら使ってるんですね。やはりいずれにしてもサイズ感、これぐらいがコンパクト 使いいやすすんですよ。あんまり大きすぎるとそれまたトゥーマッチな感じがしてしまいますし、かといって小さすぎるとなんか女性っぽくなりすぎてしまって、それまたバランスが良くないので、まさにこれぐらいのサイズ感ですね。 僕が持ってるトートバッグって全部サイズ感同じぐらいなんですね。多分これとこれも同じぐらいですね。ほとんど変わらないですよね。そして僕のオリジナルで作ったものもまたサイズ感同じぐらいなんですよね。いろいろとトートバッグ好きは講じていろんなサイズを研究してみた結果これぐらいがやっぱり使い勝手がいいんですね。どれも A4 の書類とか PC が入りつつコンパクトというところがコンセプトになってるかなと思うのでぜひですね皆さんもこういったブラックだとかネイビー系でトートバッグ 良かったですね。結構使いやすいかなと思うので、一つの候補として検討してみていただければなと思っています。ちなみにですね、僕のブランド、ブラックだけではなくて、ちょっとこう、ネイビーっぽいものも作ってみたんですね。なかなか色合いが面白くて、こういった ネイビーとグレーが混ざったような色合いもですね、全身ブラックのコーディネートの時なんかには結構使い勝手がいいかなと思うので、こういった2色展開で用意しているので、えー、僕のですね、オリジナルのブランドをですね、がっつり皆さんにお見せするのは意外と初めてだったりするんですが、まあ、気になる方は動画の下の概要欄からですね、チェックをしていただければなと思っています。まあ、せっかくなので今回の動画ではこの2つのバッグ、全身で持った時にどんなバランスになるのかもですね、この後見ていただければなと思っています。それでは早速行ってみま ましょうはい、ということで実際に持ってみました。いかがでしょうかまあ、サイズ感としては大きすぎず小さすぎずというところですね。めちゃくちゃよく考えて作ったんですが、まあ、これぐらいのサイズだと女の子っぽく見えないし、なおかつ大きすぎないので使い勝手がいいと思うんですよね。で、持ち手の長さも調整をしまして、このまま持ってもいいし、肩掛けもできるような長さに調整しまして、まあ、 冬のアウターちょっと厚めになるかなと思うんですが、それでもちゃんとショルダー部分ですね、肩にかけられることができるぐらいの余裕があるので、まあそういった点も使い勝手がいいかなと思いますね。で、サイズがあまりに大きいと、 このようにですね、持って階段を登った時にですね、下がついてしまうっていう問題があって、それが個人的にはあんまり好きじゃないんですね。その点このショルダーの長さだとか、全体の大きさというところはですね、意識をしながら作ったんですが、まあすごくバランスがいい仕上がりになってるかなと思いますね。こういった無地系だと結構着こなしい、いろんなものに合いやすいというところがあって、今僕はジャケットをメインとした着こなしなんですが、ビジカジなんかでも意外と使えちゃうんですね。まあこれ、実はですね、ちょっと前から発売してまして、 僕がもう一つおめしてる YouTube のメンバーシップチャンネルの方ではすでに発売してまして結構いろんな方が様々なコーディネートで合わせてるんですね。ビジカジから短パンまで結構合わせられるのでこういった無地系はその点がすごくいいんじゃないのかなと思います。一方で先ほどご紹介した N ハリのトートバッグ。これはですね、デザインがちょっとこうアクセントになるんですよね。それが好きで個人的にめちゃくちゃ使ってるんですね。ブラックの無地だとやっぱりちょっとシンプルすぎるじゃないですか。だけどこういったところにプリントが入ることでブランドの個性も楽しむことができますし、着こなしのアクセントになるので、これまたね、すごくいいかなと思います。まだ秋風の新作で在庫ちょっとあると思うので、こちらも概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。まあ、こういった無地形 なななのののかかかももしくはでででですすすねねプリントあり系なのか全然雰囲気違いいいいますのでまあ、お好みで選んでもらうといいかなと思います、ね、僕のブランドはですね、えー、ブラックだけではなくて、こういったネイビーも展開してまして、結構ね、ブルーとグレーが混ざったような色味で、これまたね、なかなか素敵な仕上がりになってるんですよね。まあ素材もフェイクセードということで、スエードと比べると毛足が短くて、質感としてはね、結構スエードの感じはよく出ています。むしろですね、素材的に扱いが しややすすいいいいのののでで僕はフェイクスウェードくらいの方が気軽にガンガンン使いやすいかなと思うのでこういった雰囲気もあるのかなと思いますね。まあ無地だとシンプルになってしまうところ、素材感をちょっとキャンバスではなくて、フェイクスエードで上品な感じを出してみたりだとか、スナップボタンですね。これがあるかないかでも全然雰囲気変わるんですよね。僕はデザインのイメージとしては、エルベ・シャプリエのバッグをですね、想定しながらこういったボタンをつけたんですね。シャプリエのバッグもですね、こういった メタルボタンがついていて、その感じが可愛いなと思ったので、それをですね、僕のバッグにも付けてみたわけなんですが、まあなかなかデザインのアクセントになって雰囲気がいいかなと思っています。まあどちらにしてもですね、すごくサイズ的には使いやすいので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいんですが、 このバッグね、もうメンバーシップの中では結構ですね、何度も再販をしてですね、もう瞬間的に売り切れになってしまうものだったんですが、今回ですね、ようやく在庫がしっかりと入ってきたので、えー、皆さんにご紹介できればなと思ってます。詳しくは概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では、大人の休日用バッグ、トートバッグ最強説ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、なかなかね、こう、休日のバッグってどういったものを選べばいいのかわからないという方も多いと思いますし、荷物量的にどのあたりが最適なのかってですね、悩んでる方、僕も含めて多かったかなと思うんですね。まあ、そんな時にいろんなバリエーションがあるかなと思ってまして、まあ、なるべくですね、両手が空いて、コンパクトな方がいいという方はですね、ショルダーバッグですね。このあたりで言うと、 アークテリクスノースフェイスあとはユニクロこの3つは交互になるかなと思いますし もっと荷物がガンとある場合はですね、やはりバックパックが便利かなと思ってまして、そのあたりはですね、様々なブランドから出てますし、過去の動画で結構専門に話してるものがあるので、ぜひそちらを参考にしていただきたいなと思っています。そして、今回ご紹介したのが、トートバッグというジャンルですね。これがめちゃくちゃ使い勝手が良くて、まあ、キャンバス地のものだとか、あとはですね、僕が今オリジナルで作っているようなこういったフェイクスウェードのものなんかは使い勝手が良いですし、なおかつ軽いので、すごくです、ね ですね。大人の休日には活躍してくれるバッグかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山下俊でした。また次回の動画もお楽しみに。